あの時あなたは撃とうと思えば彼女を撃てたはずです。けれどあなたはためらい、私が促しても決して銃を取らなかった。なぜです？マダムを自分の手で殺すのが怖かった？誰とも知れない女は殺せても、やはりお身内は殺せないとでも。お前の仕事だからだ。お前は死んでも僕を守ると思った。だから僕は撃たなかった。お前と僕の契約は、僕が目的を果たすまで僕の力となり、僕を殺さずに守り抜くことだ。悪魔には信念や忠誠などありはしないのだろう。あるのは美学のみ。ならば己の美学のためにお前は絶対に僕を守る。違うのか？ではなぜあの時止められたのです？僕を殺そうとしたマダムの目には迷いがあった。マダムには僕を、肉親を殺すことはできない、そう思ったんだ。一手でも迷えば命取りになる。チェスと一緒だ。彼女は迷い、次の一手を見失った。それだけのこと。だから僕は迷わない。そうでなくてもね、いつでもあなたは駒を上手に使い生き残ればいいのです。私もマダムも手の届くすべての駒を利用して、その玉座の下に駒の亡骸が積み上がろうと。王が倒れればこのゲームは終わりなのだから。僕は立ち止まらない。踏み出した一歩に後悔もしない。だから命令だ。お前だけは僕を裏切るな。僕のそばを離れるな。絶対に。イエス、マイロード。あなたが望むならどこまでもお供しましょう。たとえ玉座が崩れ、輝かしい王冠が朽ち果た、数えきれない亡骸が積み上がろうと、朽ちた駒たちの上、そっと横たわる小さなあなたの傍らで最後のコールを聞く、その時まで。